くしや、せーの、これでいい。これぐるぐる混ぜて、完成。どの特性が、これで、はい、おしまい。できた、ついにできた。カレーの最高峰、賢者カレーブ。ダメだよ、ルルアちゃん、これはさすがにダメだよ。石入ってるじゃない、これもはや食べ物とは呼べないじゃない、これ。違うよエーパー、これはれっきとした食べ物なんだよ。現にこれはただの石じゃない。何も隠そう、賢者の石なんだから。変わらないよ、石でも賢者の石でも。ルルアちゃん、食べる人の気持ちを考えてよ。待って、話を聞いて、エヴァ。賢者の石はね、万能なんだよ。中和剤にもなるし、薬にもなるし、考えようによっては食べ物にだって。考えようによらなきゃ食べ物にならないもの、私は食べる気にはならないよ。エヴァ、わかる、その気持ちは。いた、正直私も作ってる時は思ったもん。これ本当にこのまま完成させていいのかなって。でもね、完成品を見た時思ったんだよ、体が震えたんだよ。このカレーを食べてみたい、どんな味がするのか確かめてみたい。はあ、だからさ、エヴァ、一緒に確かめよう。私が保証する、きっとこのカレーは美味しい。いや、見た目は0点だけどね、二人で食べればきっと。ルルアちゃん、いいこと言ってる風にしても騙されないよ。あ、やっぱりこうなったら強行手段だ。無理やりにでも食べさせて、このカレーの味を認めさせてやる。柔らかく煮込んであるからね、信じて。